皆さんこんにちは、バクパカ AK です。今回の動画はですね、台湾の、台北の様子をご紹介したいと思います。行きます。お腹すいた。じゃあみんな番人多分ね、2大観光スポットと呼べるところじゃないかなと思うんですけど、まず、1つ目は9分ですね、千と千尋の神隠しのモデルになったところになりますね。もう1つはですね、10分って書いて、シーフェンって読みます。で、そのシーフェンっていうところはあれなんだ、提灯かなに願い事を書いて、でその下から、火をこうつけて、でふわーってこうね空に飛ばすっていう、そういうイベントができるところになります。まあ、そんな感じのね、結構フォトジェニックな、2箇所について今回は紹介したいと思います。はい、ということでまずは、9分の方から見ていきたいと思います。私市内から9分まで、まあ、バスで1時間ぐらいかけて行きます。台湾では友人に街を案内していただきました。ウォーターありがとう。 Thank you, water. So we're gonna climb up to there. We can't see anything right now, but it's okay. Let's go. わー、すごい。 Look at this. あー、おいしそう。何これ、かわいい。美味しい。プニプニしてるの、豚肉とメンマが入って醤油味のピリ辛、美味しい。雨やばい。多すぎて映せない。ということでね、めちゃめちゃ私が行った時雨降ってまして、すごく寒かったし、結構ねびしょ濡れになりながらだったりとか、ちょっと大変だったんですけど、昼間の状態と、あと夕方暗くなってきつつある時と、あと夜になってから、この3つ全部見れたので、それはとっても良かったなと思います。で、続きましてシーフェンですね。シーフェン編に行きたいと思います。シーフェンもちょっとね、市内からバスに乗って、これまた1時間ぐらいだったかな。はい、ということで、まあどんな感じだったかご覧ください。はい、ということでシーフェン編見ていただきました。私あれやんなくてもいいかなって思ってたんですけど、結構楽しかったので、ぜひぜひ行かれる方はやっていただきたいなと思います。それから周りにね、屋台っていうんですかね、屋台か、充実してたりとかして結構楽しかったですね。で、この時もね、結構天気悪くって曇天で全然空に映えなかったなって感じ
だったんですね。確かね、ちょうど台風直撃してる時で、まあ、あれよりひどい天気じゃなかったと前向きに捉えるしかないかなと思うんですけど、まあ、皆さんよくね、天気も結構重要ですので、ね、チェックしていってください。まあ、当たり前か、私がしない方が悪いのか。はい、市内観光ですね。台北市内にも観光スポットがあるので、その辺を紹介したいと思います。Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart has gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind.I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, and I need some friends. はい、ということでですね、結構ビッグシティで、ビッグシティの中ってあんまり観光スポットないイメージがあるんですけど、結構見応えのある衛兵さんの交代式だったりとか、象山公園ですねに登って、めっちゃいい眺めが見れたりとかして、私が思ってたよりも楽しめました。ちょっと思ってたよりもって言ったら失礼かもしれないんですけど、おしゃれカフェもいっぱいあったので、街歩きも楽しいと思います。もし時間があればね、皆さんも市内探検してもらえればなと思います。ということでですね、次回は台南の街歩きの様子をお送りしたいと思います。屋台だったりとか、ストリートフードとか、ちょっとグルメ編をお送りしたいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。